こんにちは。今日の講義は書籍サードドア精神的資産の増やし方です。この本は若き著者が成功者たちのキャリアの始まりを探る旅を描いた作品で、多くの読者に感銘を与えています。まずこの本の核心となるサードドアという概念について説明しましょう。著者は人生やビジネス、成功をナイトクラブに例えています。そこには3つの入り口があるというのです。ファーストドアは正面入り口で 99% の人がここに並びます。セカンドドアは VIP 専用入り口で、億万長者やセレブリティのみが利用できます。そしてサードドアは誰も教えてくれない隠れた入り口なのです。著者によれば、多くの成功者たちはこのサードドアを見つけ、こじ開けることで成功を収めたと主張しています。これは非常に興味深い視点ですね。私たちは往々にして成功への道筋は一つしかないと思い込みがちです。しかし実際には様々な可能性があり、それを乱す努力をすることが重要だということをこの本は教えてくれているのです。本書の特徴的な点は、著者自身の体験を通じて読者に語りかけていることです。若き著者がビル・ゲイツやレディー・ガガ、スティーブン・スピルバーグといった著名人たちにインタビューを試みる様子が生き生きと描かれています。これは単なるサクセスストーリーの寄せ集めではありません。著者の奮闘や失敗、そして成長の過程が丁寧に描かれているのです。例えば著者はビル・ゲイツへのインタビューを実現させるために様々な困難に直面します。何度も断られ、挫折しそうになりながらも諦めずに挑戦し続ける姿は読者に勇気を与えるものです。この過程で著者が学んだことは、私たち一人一人の人生にも大いに参考になるでしょう。また本書では成功者たちの珠玉の名言が数多く紹介されています。これらの言葉は単なる格言集ではありません。それぞれの言葉の背景にある経験や思想が丁寧に解説されているので、読者は深い洞察を得ることができるのです。例えばマヤ・アンジェローの、どんなに退屈で先が見えなくても必ず変わる、でも努力は必要という言葉、この一言には彼女の波乱万丈の人生経験が凝縮されています。困難な状況に直面した時、この言葉を思い出すことで多くの人が勇気づけられるのではないでしょうか。本書の構成も非常に興味深いものです。著者の旅はステップ1行列から飛び出せから始まります。これは既存の枠組みや常識にとらわれず、新しい可能性を探る勇気の大切さを説いています。多くの人は既存の道筋に従うことで安心感を得ようとします。しかし真の成功をつかむためには、時には大胆に飛び出す勇気が必要なのです。次にステップ2、裏道をかけるでは、コンベンショナルな方法にとらわれない創造的なアプローチの重要性が語られます。成功者たちは誰も気づかなかった方法や一見遠回りに見える道を選ぶことで独自の成功を収めています。これは私たちが日々の生活や仕事の中で常に新しい視点や方法を模索することの大切さを教えてくれます。ステップ3、インサイドマンを探せでは、人脈の重要性が強調されています。しかしここでいう人脈とは単なる表面的なつながりではありません。真に価値ある関係性を築き、互いに高め合える関係を作ることの大切さが説かれているのです。本書を通じて著者は連敗の必勝法という興味深い概念を提示しています。これは失敗を恐れずに挑戦し続けることの重要性を説いているのです。多くの人は失敗を恐れるあまり、新しいことに挑戦することをためらいがちです。しかし本当の成功者たちは失敗を学びの機会として捉え、そこから得た教訓を次の挑戦に生かしているのです。この連敗の必勝法は私たち教育者にとっても重要な示唆を含んでいます。学生たちに対して失敗を恐れずに挑戦することの大切さを伝えることは非常に重要です。失敗は決して恥ずべきことではなく、むしろ成長のための貴重な機会なのだということを私たちは常に伝えていく必要があるでしょう。本書のもう一つの特徴は、第一歩の踏み出し方について具体的なアドバイスを提供していることです。多くの人々、特に若い世代は、何か新しいことを始めようとする際に最初の一歩を踏み出すことに躊躇を感じがちです。本書はその最初の一歩をどのように踏み出せばいいのか、
具体的な方法を示してくれています。例えば著者は小さな目標から始めることの重要性を強調しています。大きな目標を立てることは重要ですが、それを達成するためにはまず小さな達成可能な目標から始めることが効果的だと説いています。これは心理学の分野でも小さな成功の積み重ねとして知られる手法で、自己効力感を高める上で非常に効果的です。また本書では行動することの重要性が繰り返し強調されています。計画を立てることは重要ですが、それ以上に重要なのは実際に行動に移すことだと著者は主張します。これは私たち教育者が学生たちに常に伝えようとしていることと一致しています。知識を得ることも大切ですが、その知識を実践に移すことで初めて真の学びが得られるのです。本書の魅力の一つは、著者自身の失敗や成功体験を交えながら読者に寄り添う形で物語が展開されることです。これにより読者は単に情報を得るだけでなく、著者の経験を通じて疑似体験をすることができます。この手法は教育心理学の分野で観察学習やモデリングと呼ばれるもので、非常に効果的な学習方法の一つです。例えば著者がビル・ゲイツへのインタビューを実現させるまでの過程は、まさにサードドアを見つけこじ開ける過程そのものです。著者は何度も断られ、挫折しそうになりながらも諦めずに新しい方法を模索し続けます。この過程で著者が学んだことは読者自身の人生にも大いに参考になるでしょう。本書は単なるビジネス書や自己啓発本の枠を超えています。確かにキャリアや成功に関する洞察は豊富に含まれていますが、それ以上に人生をどのように生きるべきかという根本的な問いに対する一つの答えを提示しているのです。著者は成功とは単に金銭的な豊かさや社会的地位を得ることではないと主張します。真の成功とは自分の情熱を追求し自己実現を果たすことだと説いています。これは現代社会において非常に重要なメッセージです。私たちは往々にして社会の定義する成功を追い求めがちですが、本当に大切なのは自分自身の価値観に基づいた人生を送ることなのです。本書の中で特に印象的なのは、著者が様々な分野の成功者たちにインタビューを行っていることです。ビジネス界の巨人から芸術家、科学者まで幅広い分野の人々の経験が紹介されています。これにより読者は成功には多様な形があることを学ぶことができます。例えばスティーブ・ウォズニアックの事例は非常に興味深いものです。彼は技術的な才能を生かして成功を収めましたが、その過程で常に自分の価値観を大切にし、他人の期待に振り回されることなく自分の道を歩んできました。これは技術者を目指す学生たちにとって非常に示唆に富む事例と言えるでしょう。またジェーン・グドールの事例も印象的です。彼女は周囲の反対を押し切って未開の地でチンパンジーの研究を始め、その分野で革命的な発見をしました。これは自分の直感を信じ情熱を追求することの重要性を教えてくれています。本書は読者に前へ進むためのヒントを提供し、自分の人生を変えるきっかけを与える可能性を秘めています。特に現在の状況に満足できていない人、何か新しいことを始めたいと思っている人にとって大きな励みとなるでしょう。著者は成功への道は決して平坦ではないことを繰り返し強調しています。むしろ困難や挫折は成功への過程で避けられないものだと説いています。しかしそれらの困難を乗り越えることで私たちは成長し真の成功に近づくことができるのです。この考え方は心理学者キャロル・ドゥエックの成長マインドセット理論と非常に近いものがあります。ドゥエックは困難を成長の機会として捉える成長マインドセットを持つ人ほど長期的に成功を収める傾向があると主張しています。本書はまさにこの成長マインドセットを育むための実践的なガイドとも言えるでしょう。本書の中で著者は成功者たちに共通する特性についても言及しています。それは好奇心、粘り強さ、柔軟性などです。これらの特性はどれも一朝一夕には身につかないものですが、意識的に育てていくことは可能です。例えば好奇心については、
日常生活の中で新しいことに挑戦する機会を意識的に作ることで養うことができます。粘り強さは小さな目標を立てて達成していく過程で徐々に身につけていくことができるでしょう。柔軟性は異なる意見や視点に積極的に触れることで育てることができます。これらの特性を育てることは単に成功のためだけでなく、人生をより豊かに、より充実したものにするためにも重要です。本書はこれらの特性をどのように育てていけばいいのか、具体的な事例を交えて説明しています。本書の魅力の一つは著者の率直な語り口にあります。著者は自身の失敗や恥ずかしい経験も包み隠さず語っています。これにより読者は著者に親近感を覚え、自分自身の経験と重ね合わせやすくなります。例えば著者が初めて大物経営者にコンタクトを取ろうとした際の緊張や不安、そして失敗の経験は多くの読者の心に響くものでしょう。私たちは往々にして成功者は最初から完璧だったと思いがちです。しかし本書を通じて彼らも私たちと同じように失敗や挫折を経験しながら成長してきたことがわかります。これは読者に大きな勇気と希望を与えるメッセージとなっています。本書のもう一つの特徴は精神的資産という概念を提示していることです。著者は真の成功とは単に金銭的な富を築くことではなく、自己成長や人間関係、経験といった精神的資産を増やしていくことだと主張しています。これは現代社会において非常に重要なメッセージです。私たちは往々にして目に見える成果や数字で表せる結果にとらわれがちです。しかし本当に価値があるのはそのプロセスで得られる学びや成長、人とのつながりなのです。例えば著者がインタビューを通じて得た人間関係や経験は彼にとってかけがえのない精神的資産となっています。これは金銭では買えない価値あるものです。本書はこのような精神的資産の重要性を読者に育むことの重要性を強調しています。私たちの人生において物質的な成功だけでなく、精神的な豊かさを追求することが真の幸せにつながるのです。この本を通じて著者は読者に対して成功の定義を再考することを促しています。成功とは他人と比較することではなく、自分自身の価値観に基づいて生きることだと教えてくれます。これは私たちが日々の生活の中で忘れがちな大切な視点です。また著者は自分のストーリーを語ることの重要性についても触れています。自分自身の経験や学びを他者と共有することで私たちは新たなつながりを生み出し、他者にインスピレーションを与えることができるのです。これは教育の現場でも非常に重要な要素です。学生たちが自分の経験を語ることで他者との共感を生み出し、学びを深めることができるのです。本書は単なる成功法則の指南書ではなく、人生を豊かにするための哲学的な洞察を提供している点が魅力です。著者の言葉を通じて私たちは自分自身の人生を見つめ直し、より良い未来を築くためのヒントを得ることができます。このようにサードドア精神的資産の増やし方は成功や自己成長に関する深い洞察を提供しているだけでなく、私たちがどのように人生を歩むべきかを考えさせる一冊です。読者は著者の旅を通じてサードドアを見つけるための勇気と知恵を得ることができるでしょう。サードドアの魅力は単に成功者たちの華々しいエピソードを並べるのではなく、彼らのキャリアの始まりに焦点を当てている点にあります。多くの人々が成功者の現在の姿だけを見て自分には無理だと諦めてしまいがちです。しかしこの本は成功者たちも最初は普通の人間だったことを教えてくれます。例えばビル・ゲイツへのインタビューを実現させるまでの著者の奮闘はまさにサードドアを探し当てる過程そのものです。著者は何度も断られ挫折しそうになりながらも諦めずに新しい方法を模索し続けます。これは私たちが日常生活で直面する困難にも通じるものがあります。ここで少し心理学の分野で知られる成長マインドセットという概念について触れてみましょう。これはスタンフォード大学の心理学者キャロル・ドゥエックが提唱した理論です。成長マインドセットとは自分の能力は努力によって成長させることができるという信念のことを指します。これに対して
自分の能力は固定的で変えられないと考える固定マインドセットがあります。サードドアの著者の姿勢はまさにこの成長マインドセットを体現しています。彼は自分の能力の限界を決めつけず、常に学び成長し続けようとしています。これは私たち一人一人が人生で直面する課題に対してどのようなアプローチを取るべきかを示唆しているのです。さて、本書の中で特に印象的なのは、著者が様々な分野の成功者たちにインタビューを行っていることです。ビジネス界の巨人から芸術家、科学者まで幅広い分野の人々の経験が紹介されています。これにより読者は成功には多様な形があることを学ぶことができます。例えばスティーブ・ウォズニアックの事例は非常に興味深いものです。彼は技術的な才能を生かして成功を収めましたが、その過程で常に自分の価値観を大切にし、他人の期待に振り回されることなく自分の道を歩んできました。これは技術者を目指す学生たちにとって非常に示唆に富む事例と言えるでしょう。ウォズニアックの例は真の成功とは何かという問いを私たちに投げかけます。社会的な地位や金銭的な豊かさだけが成功の指標ではないことを彼の生き方は教えてくれています。自分の情熱を追求し自己実現を果たすこと、それこそが真の成功なのかもしれません。またジェーン・グドールの事例も印象的です。彼女は周囲の反対を押し切って未開の地でチンパンジーの研究を始め、その分野で革命的な発見をしました。これは自分の直感を信じ情熱を追求することの重要性を教えてくれています。ここで科学の世界におけるパラダイムシフトという概念について考えてみましょう。これは科学哲学者のトーマス・クーンが提唱した概念で、科学の基本的な考え方や方法論が劇的に変化することを指します。ジェーン・グドールの研究はまさにチンパンジー研究におけるパラダイムシフトを引き起こしたと言えるでしょう。彼女の研究以前、チンパンジーは道具を使用しない動物だと考えられていました。しかしジェーン・グドールは野生のチンパンジーが道具を使用することを発見し、人間と動物の境界線に関する従来の考え方を根本から覆したのです。これは固定観念にとらわれず自分の目で確かめることの重要性を示しています。サードドアはこのような革新的な思考の重要性を繰り返し強調しています。成功者たちは既存の枠組みや常識にとらわれず新しい可能性を探る勇気を持っていたのです。本書の中で著者は成功者たちに共通する特性についても言及しています。それは好奇心、粘り強さ、柔軟性などです。これらの特性はどれも一朝一夕には身につかないものですが、意識的に育てていくことは可能です。例えば好奇心については、日常生活の中で新しいことに挑戦する機会を意識的に作ることで養うことができます。新しい本を読む、異なる分野の講演を聞く、見知らぬ場所を訪れるなど小さな挑戦から始めることができるでしょう。粘り強さは小さな目標を立てて達成していく過程で徐々に身につけていくことができます。例えば毎日10分間新しい言語を学ぶ、週に3回運動するなど達成可能な目標を設定し、それを継続することで培われていきます。柔軟性は異なる意見や視点に積極的に触れることで育てることができます。自分とは異なる背景を持つ人々と交流したり、自分の専門外の分野について学んだりすることで思考の幅を広げることができるでしょう。これらの特性を育てることは単に成功のためだけでなく、人生をより豊かに、より充実したものにするためにも重要です。サードドアはこれらの特性をどのように育てていけばいいのか、具体的な事例を交えて説明しています。本書の魅力の一つは著者の率直な語り口にあります。著者は自身の失敗や恥ずかしい経験も包み隠さず語っています。これにより読者は著者に親近感を覚え、自分自身の経験と重ね合わせやすくなります。例えば著者が初めて大物経営者にコンタクトを取ろうとした際の緊張や不安、そして失敗の経験は多くの読者の心に響くものでしょう。私たちは往々にして成功者は最初から完璧だったと思いがちです。しかし本書を通じて彼らも私たちと同じように失敗や挫折を経験しながら成長してきたことがわかります。これは
読者に大きな勇気と希望を与えるメッセージとなっています。ここで心理学の分野で知られる自己効力感という概念について触れてみましょう。自己効力感とは、自分には特定の課題を遂行する能力があるという信念のことを指します。この概念はアルバート・バンデューラによって提唱されました。サードドアの著者の経験はまさにこの自己効力感を高めていく過程を示しています。最初は不安と緊張でいっぱいだった著者が、一つ一つの経験を積み重ねることで徐々に自信をつけていく様子が描かれています。これは私たち一人一人が自己効力感を高めていく上で非常に参考になる事例と言えるでしょう。本書のもう一つの特徴は精神的資産という概念を提示していることです。著者は真の成功とは単に金銭的な富を築くことではなく、自己成長や人間関係、経験といった精神的資産を増やしていくことだと主張しています。これは現代社会において非常に重要なメッセージです。私たちは往々にして目に見える成果や数字で表せる結果にとらわれがちです。しかし本当に価値があるのはそのプロセスで得られる学びや成長、人とのつながりなのです。例えば著者がインタビューを通じて得た人間関係や経験は、彼にとってかけがえのない精神的資産となっています。これは金銭では買えない価値あるものです。本書はこのような精神的資産の重要性を読者に伝えています。ここで哲学の分野で知られるエウダイモニアという概念について考えてみましょう。エウダイモニアはアリストテレスが提唱した概念で、単なる快楽や幸福感ではなく、人生の意義や目的の達成、自己実現による充実感を指します。サードドアが提唱する精神的資産の概念はこのエウダイモニアに通じるものがあります。著者は単に成功や名声を追い求めるのではなく、自己成長や人間関係の構築、新しい経験の獲得など人生の本質的な価値を追求することの重要性を説いています。これは私たちが人生の意義や目的を考える上で非常に示唆に富む視点と言えるでしょう。本書を通じて著者は読者に対して成功の定義を再考することを促しています。成功とは他人と比較することではなく、自分自身の価値観に基づいて生きることだと教えてくれます。これは私たちが日々の生活の中で忘れがちな大切な視点です。また著者は自分のストーリーを語ることの重要性についても触れています。自分自身の経験や学びを他者と共有することで、私たちは新たなつながりを生み出し、他者にインスピレーションを与えることができるのです。これは教育の現場でも非常に重要な要素です。学生たちが自分の経験を語ることで他者との共感を生み出し、学びを深めることができるのです。ここで心理学の分野で知られるナラティブセラピーという概念について考えてみましょう。ナラティブセラピーは人々が自分の人生のストーリーを語り再構築することで新たな意味や可能性を見出すことができるという考え方に基づいています。サードドアの著者が自身の経験を率直に語る姿勢はこのナラティブセラピーの考え方と通じるものがあります。著者は自身の失敗や挫折を包み隠さず語ることで、それらの経験に新たな意味を見出し、読者にも同様の気づきを促しているのです。これは私たち一人一人が自分の人生のストーリーを見つめ直し、新たな可能性を見出す上で非常に参考になるアプローチと言えるでしょう。本書は単なる成功法則の指南書ではなく、人生を豊かにするための哲学的な洞察を提供している点が魅力です。著者の言葉を通じて私たちは自分自身の人生を見つめ直し、より良い未来を築くためのヒントを得ることができます。例えば著者は連敗の必勝法という興味深い概念を提示しています。これは失敗を恐れずに挑戦し続けることの重要性を説いているのです。多くの人は失敗を恐れるあまり新しいことに挑戦することをためらいがちです。しかし本当の成功者たちは失敗を学びの機会として捉え、そこから得た教訓を次の挑戦に生かしているのです。この連敗の必勝法は心理学者キャロル・ドゥエックの成長マインドセット理論と非常に近いものがあります。ドゥエックは困難を成長の機会として捉える成長マインドセットを持つ人ほど
長期的に成功を収める傾向があると主張しています。本書はまさにこの成長マインドセットを育むための実践的なガイドとも言えるでしょう。また本書では第一歩の踏み出し方について具体的なアドバイスを提供しています。多くの人々、特に若い世代は何か新しいことを始めようとする際に最初の一歩を踏み出すことに躊躇を感じがちです。本書はその最初の一歩をどのように踏み出せばいいのか具体的な方法を示してくれています。例えば著者は小さな目標から始めることの重要性を強調しています。大きな目標を立てることは重要ですが、それを達成するためにはまず小さな達成可能な目標から始めることが効果的だと説いています。これは心理学の分野でも小さな成功の積み重ねとして知られる手法で、自己効力感を高める上で非常に効果的です。ここで心理学の分野で知られるゾーンオブプロキシマルディベロップメント、最近接発達領域という概念について考えてみましょう。この理論はロシアの心理学者レフ・ビゴツキーが考えたもので、子供が自分の力でできることと他の人の助けを借りればできることの間にある領域を指します。具体的には子供が一人でできることは限られていますが、誰かがサポートしてくれると少し難しいことでもできるようになります。この最近接発達領域は子供が新しいスキルや知識を身につけるための最適な場所です。例えば自転車に乗る練習をしている子供を想像してみてください。最初は自分だけではうまく乗れないけれど、親が後ろを支えてくれると安心して乗れるようになります。この理論の重要なポイントは、他の人との関わりが子供の成長にとって非常に大切だということです。教師や親、友達など周りの人たちが適切にサポートすることで、子供は自分の力を伸ばしていけるのです。またこの考え方は教育現場でも応用されています。例えば教師が生徒の現在の能力を理解し、その子に合った課題を与えることで効果的に学びを促進することができます。これを足場掛けと呼び、子供が自立して学べるようになるためのサポート方法です。このように最近接発達領域の考え方は、子供たちが成長するための道しるべとなります。周りの人たちの助けを受けながら少しずつ自分の力を伸ばしていくことができるのです。サードドアの著者もこの考え方を実践しています。彼は小さな目標を設定し、それを達成することで自信を高め、次の挑戦へと進んでいきます。このプロセスは自己成長を促すための非常に効果的な方法であると言えるでしょう。また本書では行動することの重要性が繰り返し強調されています。計画を立てることは重要ですが、それ以上に重要なのは実際に行動に移すことだと著者は主張します。これは私たちが日々の生活や仕事の中で常に新しい視点や方法を模索することの大切さを教えてくれます。著者の経験は私たちに行動する勇気を与えてくれます。多くの人が何か新しいことを始める際に失敗を恐れて躊躇してしまいます。しかし本書を通じて著者は失敗を恐れずに行動することの重要性を教えてくれます。失敗は決して終わりではなく、むしろ新たな学びの機会なのです。本書の中で著者は成功者たちに共通する特性についても言及しています。それは好奇心、粘り強さ、柔軟性などです。これらの特性はどれも一朝一夕には身につかないものですが、意識的に育てていくことは可能です。例えば好奇心については、日常生活の中で新しいことに挑戦する機会を意識的に作ることで養うことができます。新しい本を読む、異なる分野の講演を聞く、見知らぬ場所を訪れるなど、小さな挑戦から始めることができるでしょう。粘り強さは小さな目標を立てて達成していく過程で徐々に身につけていくことができます。例えば毎日10分間新しい言語を学ぶ、週に3回運動するなど、達成可能な目標を設定し、それを継続することで培われていきます。柔軟性は異なる意見や視点に積極的に触れることで育てることができます。自分とは異なる背景を持つ人々と交流したり、自分の専門外の分野について学んだりすることで思考の幅を広げることができるでしょう。これらの特性を育てることは単に成功のためだけでなく、
人生をより豊かに、より充実したものにするためにも重要です。本書はこれらの特性をどのように育てていけばいいのか、具体的な事例を交えて説明しています。また、著者は人とのつながりの重要性についても強調しています。成功者たちは他者との関係を大切にし、互いに助け合うことで成長してきたのです。これは私たちが日常生活で意識すべき重要なポイントでもあります。人とのつながりは単なるネットワークを超えて信頼関係や共感を築くことが大切です。著者は成功者たちがどのように人間関係を築き、互いにサポートし合っているのかを具体的な事例を通じて示しています。これにより、読者は自分自身の人間関係を見直し、より良い関係を築くためのヒントを得ることができるでしょう。サードドアは、成功や自己成長に関する深い洞察を提供しているだけでなく、私たちがどのように人生を歩むべきかを考えさせる一冊です。著者の言葉を通じて、読者は自分自身の人生を見つめ直し、より良い未来を築くためのヒントを得ることができるでしょう。成功の定義を再考し、自分自身の価値観に基づいて生きることの重要性を教えてくれるこの本は、多くの人々にとって大きな励みとなるはずです。皆さん、今日の講義では、サードドアという本について深く掘り下げてきました。この本が提示する考え方は、単なる成功哲学を超えた、人生の本質に迫るものだと言えるでしょう。著者が描くサードドアの概念は、私たちに新たな視点を与えてくれます。人生には常に選択肢があり、それは時に隠れていて、見つけるのに努力が必要かもしれません。しかし、その扉を見つけ、開く勇気を持つことで、思いもよらない可能性が広がるのです。この本の魅力は、著者自身の経験を通じて、成功への道のりが決して平坦ではないことを示している点にあります。失敗や挫折を恐れず、それを学びの機会として捉える姿勢は、私たち一人一人の人生にも大いに参考になるでしょう。また、本書で紹介される様々な成功者たちのエピソードは、成功の形が多様であることを教えてくれます。社会的地位や金銭的な豊かさだけでなく、自己実現や他者への貢献など、成功の定義は人それぞれです。これは、私たちが自分自身の価値観に基づいて人生を歩むことの重要性を示唆しています。精神的資産という概念も非常に興味深いものです。知識、経験、人間関係など、目に見えない価値の重要性を再認識させてくれます。これらの資産を増やしていくことが、真の豊かさにつながるのかもしれません。本書は、読者に行動することの重要性を強く訴えかけています。計画を立てることも大切ですが、実際に一歩を踏み出すことがさらに重要です。小さな目標から始め、徐々に挑戦のレベルを上げていく。そうすることで、自信を積み重ね、より大きな目標に向かって進んでいけるのです。この本が教えてくれる連敗の必勝法という考え方は、失敗を恐れずに挑戦し続けることの大切さを示しています。失敗は決して終わりではなく、むしろ新たな学びの始まりなのです。この姿勢は、私たちの日常生活や仕事においても、非常に有益なものとなるでしょう。さらに、本書は、人とのつながりの重要性も強調しています。成功者たちは、他者との関係を大切にし、互いに助け合うことで成長してきました。これは、私たちが日常生活で意識すべき重要なポイントでもあります。サードドアは、単なる成功法則の指南書ではありません。それは、人生をより豊かに、より充実したものにするための哲学書とも言えるでしょう。この本を通じて、私たちは自分自身の人生を見つめ直し、より良い未来を築くためのヒントを得ることができるのです。皆さんには、この本から学んだことを、ぜひ自分の人生に生かしていただきたいと思います。自分だけのサードドアを見つけ、それを開く勇気を持つこと。そして、たとえ失敗しても、そこから学び、成長し続けること。それが、この本が私たちに伝えようとしているメッセージなのです。そして最後に読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら私たちの生活は身体と心の健康によって支えられているからです。どれだけ知識を積み重ねても、健康でなければその知識を生かすことができません。特に現代社会では、
忙しい生活の中で自分自身の健康や美容をおろそかにしがちですが、これこそが私たちが日々の生活をより充実させ、長く幸せに生きるために最も重要な要素の一つなのです。そこで今回はダイエットだけでなく、健康管理にも特化した重要なサービスであるライザップ結果にコミットプライベートジムをご紹介します。ライザップはその名の通り結果にコミットすることを強調していますが、これは単に一時的な体重減少を目指すものではありません。ライザップのプログラムは専属トレーナーによるマンツーマントレーニングを中心に構成されており、あなたの目標に合わせたカスタマイズプランが提供されます。このマンツーマントレーニングの最大の魅力は、過去にダイエットやジム通いが続かなかった人でも安心して続けられる点です。トレーナーがあなたの目標、ライフスタイル、そして個々の体質に合ったトレーニングプランを作成し、効果的にサポートしてくれるので、結果が出やすい環境が整っています。またライザップは単に運動だけに頼るのではなく、食生活やメンタルのマネージメントも含めた総合的なアプローチを採用しています。無理な食事制限はせず、健康的に食べながら痩せることができるように、トレーナーが食事のアドバイスを提供します。このアプローチによってリバウンドしにくい体づくりが可能となり、長期的な健康を維持することができます。さらにライザップの大きな特徴の一つとして、30日間無条件全額返金保証があります。これは顧客満足度に対する自信の表れであり、もしも結果に満足できなかった場合には全額が返金されるため、リスクを最小限に抑えながらプログラムに参加することができます。この保証は多くの人々にとって安心して始められる要因となっており、ライザップが信頼される理由の一つです。ライザップのトレーニングは1日50分、週に2回の無理のないスケジュールで行われます。忙しい現代人にとって続けやすいトレーニングプランが提供されている点も大きな魅力です。短時間で効果的なトレーニングを行うことで、時間を有効活用しながら確実に成果を上げることができます。そしてライザップでは無料カウンセリングも行っています。プログラムに参加する前に自分に合ったプランを確認できるため、不安を解消してからスタートすることができます。またトレーニングは完全個室のプライベートな空間で行われるため、他人の目を気にせず集中して取り組むことができます。これによりよりリラックスした環境でトレーニングに励むことができるのです。テレビ CM でも結果にコミットするというキャッチフレーズで話題になっているライザップですが、この言葉には単に体重を減らすだけではなく、健康的で持続可能なライフスタイルを手に入れることを約束するという意味が込められています。専属トレーナーが作り出すあなた専用のプログラムは、あなたの生活を豊かにし、理想の体を手に入れるための最適なサポートとなるでしょう。このようにライザップはダイエットだけでなく、健康管理にも特化したプログラムを提供しており、健康的に痩せ、理想の体を手に入れるだけでなく、その状態を維持し続けるための知識や習慣を身につけることができます。これまでに様々な方法で結果が出なかった人でも、ライザップなら安心して挑戦できるでしょう。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。